こんにちは、マセン6494です。今回は逆転オセロニアのクラスマッチの2018年5月シーズンの結果発表ですね。ちょっと表紙がもう変わってしまったんですが、5月がこれかで、これですね。プラチナ2ですね。で、終わりました。とりあえず、試合数が17試合の13勝の勝率 76.5% で、この位置に行きました。でですね、感想として、久しぶりに、ちゃんとやったんですけど、現環境の中で自分のデッキがまだプラチナ2あたりには通用してるなっていう感覚ですね。ただ新しいキャラとかも出てきてるので、そのキャラ入れたりとかそういうこととかもしたいかなと思っております。はい、そんな感じですね。あと今の段階だと神が93の馬が86なので、今回6月の時点で神と魔族を100にしたいなって思っております。で、下のランクのところで竜族のこのゼロのやつを増やしていきたいかなと思います。上のランクで神と魔族は上げられるとは思うので、最初の段階で混合と竜をちょくちょく上げようかなとは思っております。はい、そんな感じです。はい、ということで今回は逆転オセロニアの2018年5月シーズンの結果発表でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね、ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。